手越優也でーす。さあカメラ回りましたけども、今日は僕は一切企画を知りません。何をやるんだ。でいいでしょうか。ねえ、ちょっとどうすんの。俺何も知らないの。今日何で回してんのこれは。手越優也が今まで実際にやって、イケメンだった芸能人ベスト5。おお、イケメン芸能人ベスト5。むずっ。これね、日本人それとも全世界。日本人誰だろうな。ちょっと待ってね、多すぎて分かんない。俺誰と会ったんだ今まで。ポンポンポンと来てますね。3人はポンポンポンで来てる。残りの2人のポンポンをどこにしようかな。OK。 まあいろんな意味で全て総合でかっこいいと思った人、発表したいと思います。まず第5位、豊川悦司さん。豊悦さんですね。はい、僕の人生最初のお芝居作品が映画で失踪っていう、あの走る方のね、どっか一応失踪じゃなくて走る方の失踪っていう映画だったんですよ。その時に初めてのお芝居でもうそうそうたる俳優の方に囲まれてモントリオール国際映画祭まで行ったっていう作品なんですけど、まだその時俺16歳7歳ぐらいだと思うんですけど、そうそうたるキャストを見た時に、豊悦さんってやっぱその背も高いんですよね。で豊悦さんを見た時に、あ、これが人間のオーラなんだって思ったんですよ。歩いてくる豊川悦司さんの周りに青のメラメラしたこういうオーラが本当に見えたのよ、少年の僕からしたら。でもちろんお芝居は半端じゃないぐらい上手だし、で優しいし、あと声がいいっすよね。あの独特な重厚感のある声っていうのがやっぱりめちゃくちゃかっこよくて、今から俺はこういう半端ないオーラの人たちの中に入っていって芸能界という茨の道で勝負していかなきゃいけないんだみたいなのを本当10代真ん中ぐらいにして思ったっていうのがあって、豊悦さんはやっぱかっこいいっすね。うん、男から見ても憧れる男というか。はい、第4位、藤原竜也さん。はい、ドラマそこまで見ないんですけど映画すごい好きで、あ、邦画洋画のだいたいバランスが、僕は邦画2の洋画8ぐらいを見に行くんですよ、映画館実際に。で藤原竜也さんの作品は僕全てと言ってもいいほど見てます。で一番最初に藤原竜也さんの作品で出会ったのが、もう俺ら中学生だったんだけど、バトルロワイヤル、ビートたけしさんが出てたりとか、もうあの時もだから今で言うそうそうたる女優俳優の方が出てて、このバトルロワイヤルは、しかもやっぱ俺らその時中学校だったから、なんかちょっとリアルじゃないですか。あんなことないけど、ちょっと修学旅行にこう行く時にみんなこう操作するわけよ。ガスまかれねえかなとか、離島に連れてかれねえかなみたいな。藤原竜也さんがあのお芝居僕大好きで、その後もデスノートだったりとか、デスノート作品も全部見ました。ルロケンも見てるわ。ルロケンの獅子王誠の藤原竜也君ももう当たり役すぎて、ハマり役すぎてもう大好きで、カイジとかも見てますね。まあ、カイジの、あの作家の福本さんには僕あのゼロっていう作品でお世話になったんですけど、その時もカイジを見てたから俺は嬉しくて、カイジの福本さんだと思って、だから僕藤原竜也さん作品はねめちゃめちゃ見てますね。完全な藤原竜也さんって舞台芝居じゃないですか。あれって多分あのお芝居を普通の他の人がやったらもしかしたらオーバー芝居とかって言われるかもしれないけど、藤原竜也さんだからこそ唯一無二でオンリーワンで、ね、成り立つし、作品に花を添えるみたいなっていう、やっぱ作画の芝居をすると思ってて、僕は好きな俳優ナンバーワン誰かって言われたら藤原竜也さんですね、日本の俳優では。はい、第3位はですね、永瀬智也君、 TOKIO の。もうね、俺ら世代の先輩支持率ナンバーワン多分永瀬君じゃないかな。うん、マイボスマイヒーローっていう作品の時に、あの19歳かな、19歳20歳ぐらいの時に共演させていただいて、3ヶ月4ヶ月ワンクールずっとドラマの撮影が一緒だったんだけど、その時も多分永瀬くんってまだ20代後半だったと思うんだよね。でもとにかくワイルド、優しい、かっこいい生き方、考え方、生き様、もうね、俺は永瀬くんを見てこんな大きい器の人になりたいなって思いましたね。当時19歳だったと思うんだけど、食事にもあの連れてってもらったりとか、一緒にフットサルさせてもらったりとかもしたんだけど、でいて後輩の俺が言うのはあれだけどね、可愛いんですよ永瀬くんって。
永瀬くんって結構いろんなエピソードありまして、伝説的な。僕ジャニーズカウントダウンっていうのにずっと出させてもらってて、その後に川崎大使で必ずみんなで新年のご挨拶みたいなことをしに行くわけですよ。で、まあ、ありがたい話ね、こう裏動線を用意しといてくれまして、川崎大使の方々が。で、まあ、最初にこうね、正座して、去年まで1年間ありがとうございました、今年は1年間もよろしくお願いしますってこうね、やって、その後にこう大広間みたいなところに集まって、みんなでこう今年1年間頑張っていきましょうっていう、道中の動線でね、結構長い廊下を歩くっていう動線があるんですけど、僕の前が永瀬くん、2、3メーター前が永瀬くんが歩いてて、川崎大使の方々が両サイドにいて、あげましておめでとうございます、おめでとうございますってこう言ってきてくださるわけですよ。そしたら僕らは、あげましておめでとうございます、おめでとうございます、でおめでとうございます、おめでとうございますって返すわけですよ。で、なんかちょっとね、音的な違和感を感じたわけですよ、僕が。で、なんでだろうと思って、ちょっと耳をこう澄ましてみたんですよね。もう、こう野々村議員みたいな感じでこうやって耳を澄ましてみたんですよ。おーなんて言っちゃって、おーなんて言っちゃって、で、耳を澄ましたら違和感に気づいて分かったわけですよ。で、何を永瀬くん言ってたかっていうと、明けましておめでとうございます、おめでとうございますって言ってるその川崎大使の人に対して、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって永瀬くんがおっしゃられてたんですね。あれはおめでとう、おめでとうの儀式なわけであって、別に何かを成し得たおめでとう、ありがとうではないわけですよ。さすがってそういう見た目なのに、そういうエピソードがたくさん永瀬くんってあって、本当に人間として俺は大好きだし、永瀬くんかっこいいなって今でもめちゃくちゃ思います。はい。そして第2位がですね、内田篤人ですね。はい。まあトレーニング動画の時もちょっと篤人の名前出させてもらったんですけども、やっぱ同級生、まあ、メッシ、内田篤人、僕同級生なんですけど、彼が鹿島アントラーズシャルケに行く前から、で僕よく鹿島アントラーズの試合とかを 見させてもらったんですけど、やっぱね、プロフェッショナルだし、ストイックだし、もちろん顔もかっこいいわな、イケメン。あそこまでなんだろう、もう昔のサッカー選手ってさ、それこそラモスさんとかカズさんとかさ、北澤さんとか、あの世代の人ってもうスター感すごいじゃない。今のサッカー選手ってある意味スターなんだけど真面目な人多いじゃん。まあ、アツトは両方持ってますよね。真面目な部分、もちろんストイックな部分と、やっぱ顔がいいっていうのも含めて、花なんかファンを引きつけるもの、女性ファンなだけじゃなくて男性ファンも引きつける花というかっていうのが、やっぱ僕から見ててもすごいあるなと思っていて、まあ、アツトとのエピソードは2人で買い物行こうよって、まあアツトがじゃあアディダスのものプレゼントするよって言ってくれて、原宿2人で歩いたことがあったんですね。で、ゆうやってさ、俺ステージとかまで見たことないじゃんって、ああそうだなって、俺はまあアツトの試合見に行ったことあるけどなって、原宿歩いたらどうなんの竹下通りって言われて、いや待てよアツト、なめんなよと、俺だってニュースでずっとオリコン1位取ってんだよと、そりゃダメだよって、もうそのパニックになっちゃうよ。で、いや歩いてよって言われて、俺歩いたんですよ。でアツトは10メーターぐらい後ろ歩いてたんですよ。男2人だったんでね。で案の定、まあありがたい話、ファンの人とかがね、キャーって欲しくってなったんですよ。でもみくちゃにされて、でそのもみくちゃをね、竹下通り抜けた時に振り向いたらアツトがゆうやって人気なんだって言ったんですよ。なめてんなと思いましたねその後にシャルケに行って、ドイツってこのボディーコンタクトやっぱ半端じゃないんですよ。もう J リーグもすごいけど、その本当に5倍10倍激しいわけですよ。もうその血が違うから、ドイツのゲルマン魂の人たちはね。でそこでやっぱ削られまくって、いろんな度重なる怪我をしかも乗り越えて、またしかも古巣であるアントラーズに戻ってきて、今また怪我を克服して戦ってるアツトっていうのは、やっぱね、同級生としてすごく尊敬します。生き方、考え方、プロフェッショナルも全て尊敬します。だから2位は内田アツトでございます。そして栄えある僕の中のイケメンランキング第1位、ハイドさんです。やっぱ憧れなんですよ、ハイドさんは。今でもいろいろ DVD ももちろん見ますし、連絡も取りますし、それこそ独立の相談もさせてもらいましたし、ハイドさんもツイッター解説の時に僕にコメントくださって、はい、でもあれはやっぱ僕としてはめちゃくちゃ嬉しかったしね。もしかしたらね、僕のコメントすることによって、いろんな人がまだそのなんだろうな、独立手越し優位は受け入れられてない中で、否定的な意見が多く来るかもっていうリスクを考えてでも、ツイッターで発言してくださったっていうのは、僕はすごく感謝してますし、
ハイドさんときっと仕事をした人、接した人でハイドさんのことを悪く言う人って俺多分一人もいないと思ってます。そんぐらい不思議な人、ロックンローラーだけど、とにかく物腰柔らかい、優しい、気遣いだし、ハイドさんと初めてご一緒させてもらった時に、ハイドさんのそういう仕事の立ち振る舞いとか、プライベートのご飯会とか立ち振る舞いを見て、あ、やっぱ人間たるもの、どんなに売れてスーパースターになろうが、一回会った人が惚れる人に俺もなりたいなって思わせてもらったのがハイドさんの存在なんですよ。だから俺も、まあ、いろんな今までのお仕事だったりとか、まあ、それこそ別に偉い人も初めましての新人も含めて、俺はみんなに一緒に接するようにしてるし、みんなに別に態度の差を取って接することはしないようにしてるんですよ。アイドル手越祐也だけじゃなくて、手越祐也という人間と仕事がしたいなとか好きだなって思ってもらえるようにあのなってたいっていうのを思わせてくれたのがハイドさんなんで、あのハイドさんはあの息子さんが俺と誕生日が一緒なんですよ。で結構顔も似てんのよ。でそれこそ普通のカラオケで僕の誕生会カウントダウンをやって、俺のサッカー仲間がやってくれた時に、まあ言うたらカウントダウンか、俺とハイドさんの息子は一緒なわけですよ、誕生日が一緒だからの時に、本当にカウントダウンの 4,50 分前にハイドさんがサプライズで来てくれて、普通のサッカー仲間の中にハイドさんが来てくれて、今でも使ってるスノーボードのビンディングっていうね、こうあカチャンってこうはめるところの、その当時の一番新作、楽にパッパコンってワンタッチでできる新作をわざわざ持ってきてくれて、手越しおめでとうって言って、でもあのカウントダウンの時に入れられなくてごめんなと、息子の誕生日にやっぱさすがにカウントダウンを置いてあげないといけないから、でもやっぱ手越しにその直前に会いに行ってあげたくて、これプレゼント持ってきたんだよ。ハイドさんよ、ライル・クアンシェール、そしてバンプス、そして個人の名前でも活躍されている、しかも YOSHIKI さんとのコラボもされているハイドさんのぐらいのスーパースター、世界でも名が売れてる人がそんなことできますか。それを見た時に俺はもう、今まではそのハイドさんと会う時まではただただかっこいい、もちろん顔はもうさ、なんちゅう顔してんのぐらい綺麗じゃん、顔の憧れ、歌への憧れ、パフォーマーとしての憧れはあったけど、ハイドさんと友達になってからは人間の鏡としての憧れもさらにそこにプラスされて、もう今ではもう自分の人生の指針みたいな人なんで、やっぱちょっとこのハイドさんにかなう人はいないかな。というわけでイケメンランキングトップ5、会ったことない人、会ったことある人含めて発表させていただきました。会ったことある？あ、藤原達也さん会ったことない。画面越し、画面越しです。一気ね。いやだからお会いしたいよ、お会いしたい。だから本当にあの好きなのよ、好きなの、俳優として大好きなの。はい。でもね、会ったことないけど分かんだよ、絶対いい人なんだよ。みんなあそこまで行く人って絶対いい人なの。はい。だから藤原竜也さん会ってランキング入りさせて。今後会えるの楽しみにしてます。お芝居教えてください。というわけで、今日はですね、手越祐也が選ぶ、イケメントップ5を、紹介してもらいました。チャオ。機会があったら美女もやろうかな。